1932年ロサンゼルス大会、満州事変をきっかけに反日感情の高まるアメリカで、一人の日本人選手が大きな喝采を浴びました。当時騎兵中尉だったバロン西こと西武一、大会のフィナーレを飾る大昇天障害飛越で金メダルを手にしました。出場11人のうち完走したのは5人という難しいコースを、西は愛馬ウラヌスでほとんどミスなく走り抜きます。その見事な手綱さばきに10万の大観衆は惜しみない拍手を送りました。しかし西はそれから13年後、太平洋戦争の激戦地硫黄島で戦死、最後までウラヌスのたてがみを胸に忍ばせていたと言われます。